呉市の中学生たちが夏休みを利用して海上保安大学校で職場体験をしました。反対側に返してそのまま、夏休みを利用して職場体験したのは呉市内の学校に通う中学生。海上保安大学校で教わるのは保安官が用いる制圧術です。呉市による職場体験の一環で地域とのつながりを感じながら自身の将来について考えます。ロープを使った船の係留方法も学びました。海上保安ってこんなとこっていうのを丁寧に教えてもらったので自分もやってみようかなっていうのを思います。生徒たちは今日を含めた3日間海上自衛隊や呉市内の飲食店などで職場体験を行います。